加工波に遭う前に脅威を倒さないとな。あいつがいたら落ち着いて話もできないから。俺と元気は西の道から脅威を狙い、各愛は山道から加工波の進路を妨害してくれ。落ち着めば全員身をもって知るがいい。ロッカー、私の知学が破れようと。敵将撃ち取った。この石柱、今にも倒れそうな私のようだ。足止めに使えるやもしれぬ。これが本当の攻めだ。ここで狙うとは。だがあれを使えば石柱を倒す。これで少しは時間を稼げたはず。なんとこの下の谷は獣の巣。落ちぬよう気をつけなくては。ここは通行止めだよ。通りたいなら俺をやっつけなよ。死んでも悔いなし。なんで道が塞がってるんだ。どうしたの。霊か。いやいやいや、なんと心臓に悪そうな橋。あれを落とせば時間を稼げる。この岩を奪えば下の橋を落とせる。あとは私の体力次第。なかなかの重労働。しかしこれで時間を稼げたはず。だ。それはしない。命に変えてもここを守り抜く。一歩たりとも引くな。撃ち取った。
出すればどうなるか身をもって知るがいい。今日は調子がいいな。破れようと敵将打ち取った。これで邪魔者はいなくなったか。加工班、話せば分かってくれるな。接触、加工波殿に先行できた模様です。おお、私の目的は達成られた。命燃やして、喜びのあまりめまいが。私も芝生殿と合流しなくては。脅威を打ち、加工波殿の迷いを消し去ろう。いざ。お前たち、なんでここに。まで俺を切りたいのかよ。